待て、アリオ。ん？どうした？巨像の居場所、あんたどうやって見つけたんだ？簡単なことだ。場所の目星はついていたんだが、今までは入る鍵がなかった。都合よく鍵が見つかったってのか？どうも話ができすぎてねえか。そうでもねえぜ。イカズチの巨像が落とした赤い玉があった。納得できたなら行こうか。次の巨像がいる砂人の遺構へ。あれが砂人の遺構か。なんだ、思っただろ。だから目星も簡単についたのさ。こいつだ、見てろよ。この砂ぼこり、嫌な予感がするわね。着いたぜ、砂人の遺構だ。ここの結界は見りゃわかるよな。またかよ、龍砂はアラバスタで見飽きたぜ。サンディ砂漠の龍砂より規模は小さいけど、それより流れは速いみたいね。脅威の度合いとしては五分かしら。そうだ、いい考えがある。なんだルフィ、なんか思いついたのか？まずはリムのところに戻ろう。リムなら小屋に戻ればいるはずだ。おい、リムに会ってどうすんだよ。俺たちにも教えろよ。シッシッシー、秘密だ。それじゃあ、龍砂を超えるために思い出の世界から連れてくるっていうの？しし、面白いだろ。ある程度のものや動物くらいであれば。待て待て、どういうことだよ。いや、そもそも思い出の中から持ち出すなんてことができるの？キューブに変えることで持ち出せるようになるの。ものによっては持ち出しておける時間に制限はあるけど。じゃあ大丈夫だな。よし、行くぞ。引っ越しクラブを連れて行くだと？ああ、いい考えだろ。引っ越しクラブなら
カニカニポートの看板のところに行けば会えるはずだぞ。また砂漠へ行くのね。今の力を試すにはうってつけだな。サンダーチャージ、ウィングアーム、さーてと、ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル、メシー、悪く、いた、カニだ。相変わらず大きいわね。え、連れて、危険な天候にご注意ください。いつでもいいぞ。三刀流奥義、三千世界、強烈なのをお見舞いしてあげる。行くわよ、サイクロンテンポ、勝負だ。オチエンタフルール、クロトママーゴ、そこでおとなしく寝ててちょうだい。さあリム、早速箱にしてくれ。こんなの無理だわ、大きすぎる。できねえのか。こんな大きいもの常識的に考えて無理でしょう。大きすぎててキューブにする端から時間切れで消えてしまうわ。いい考えだと思ったのにな。大きさか。そうだルフィ、あいつは大丈夫じゃないかな。きっと俺たちを助けてくれるぞ。あいつって誰だ。総裁殿の地下にいた高が。なるほどな、あいつなら大きさもちょうどいいかもな。そうか、それならそいつを連れて行こう。
着いた。コガニーはどこだ。確か最下層の砂地のところだったと思うわ。行ってみましょう。危険な天候にご注意ください。こいつらをどうにかしないと。手遅れになる前に助けに入った方が良さそうね。狙うならあっちにしなさいよ。一人10万よ。幸せパンチ。まだだ。ゴムゴムのバズーカ。覚悟しろよ。そんな。俺の出番か。サンダーボルト。ちょっとルフィ、本当にやるの？ああ、やる。くー！俺が相手だ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウェア。さあ、デッド。ゴムゴムのよそうなのか。修行して嘘。あう。はいはい。それにしても今のやつ、私たちがここに来るってよくわかったわね。カニんとこで話を聞いていたんだろう。あの時近くに何匹かいたからな。え、またなんかいる。クォあんたたちがいざ尋常に勝負す前に戦う。そうだ、よかったな、ウソップ。え、いや、俺は。そうなのか。いや、待て待て、見るからにさっきの。よかったわね。ナミ、お前俺は戦士だ。みっともない姿は見せない。必殺で火の鳥橋。くっ
必殺決まり星くーくらっ俺様に任せとけ必殺煙星ウソップ様の出番で必殺火の鳥星俺が相手だ必殺火薬星うわうわ俺様は勇敢見事っす俺の負けっすそしてはあ、うんもうやらねえ誰かおで終わりさどうだかなよいしょっとよよしあたしの出番ね おいおい、空風呪言しかいねえじゃねえか いや、ちゃんと匂いはするから手合わせをって言ってるぞよし、いいぞやってやろうぜ必殺ひまわり星やられてね修行にはちょうどいいな覚悟しろよゴムゴムのブレッド甘く見てると後悔するわよ一人10万よ幸せパンチ肩慣らしといくか三刀流奥義三千世界刃こぼれはねえがここあ
あの時はありがとう。僕にできることなら何でも協力するよって言ってるぞ。そう、助かるわ。早速協力してもらいましょう。リム、お願い。よし、あとはもう帰るだけだな。頼むぜ、リム。すぐには戻れない。最初の港町のメモリアキューブがあるところまで、メモリアからキューブを…なんだよ、またあの砂漠…わかってりゃそのメモリアキューブを…ダメよ。メモリアキューブはこの世界を作ってるキューブなの。ダメだぞ、ウソップ。その…お、俺はキューブに触っちゃいけない病だった。じゃあ港に戻るぞ。菜の花に急ぐなら、ヨイサーを呼ぶ手もあるけど、どうする？そういえば港のそばにも、例の看板があったわね。よし、とにかく行くぞ。あれがメモリアキューブ。メモリアキューブがあるとコガニーのキューブを持ち…そうね、まずはキューブを引き寄せるわ。うわぁ、でっけえキューブが落ち…どうすんだよリム、あのキューブが壊れたら…落ち着いて、大丈夫よ。嘘だろ、キューブが縮んじまった。かなり小さく…ここにさっきのキューブを入れると、キューブが不思議なもんだな。そう、これでいい。